さあ、うん、なんか遅延のそんな感じないですね。I'm thinking about you.Can't take my mind off the way that you drive me crazy. 今日はこちらを紹介レビューしてみようと思うんですけど、これね、何に見えますかね。ちょっとレトロなスピーカーに見えるんじゃないかと思うんですけど、スピーカーでありつつプロジェクターでもあるっていう、そういう商品なんですよね。よくプロジェクターにいいスピーカー積みましたっていう商品最近は結構あるんですけど、この商品はどっちかというとスピーカーにプロジェクターがついたみたいな、そういう感じなんじゃないかなと。さあ、天面に操作パネルがあるんですけど、ダイヤルが3つ並んでます。これとこれとこれで、操作感がですね、非常にクリックリッとした感じで、オーディオ感がすごいある、そんなダイヤルがあって、で奥に Bluetooth と AUX とあとマイクボタンオフっていうのがついてますね。でここにスライドのこうカチッと動かないんですけど、スライドのなんかこうスイッチみたいなやつがついてるんですよ。でまあここがスピーカーになってるわけですよね。でここ見てください、インシュレーターが標準で付属してくるんですよ。でただしこれね、手すりが、これ革の手すりがついてるんですよね。で持ち運びもできるようになってるわけなんですよ。で持ち運ぶときはインシュレーターじゃなくてゴムの足っていうのもついてきますんで、家で使うときはインシュレーターにして、外を持っていくときはゴムの足に付け替えるとかね、そういった使い方もできるわけですよ。まあ一応インシュレーターっていうのを言っとくと、こっちのスピーカーとかにもうち全部インシュレーターついてたりするんですけど、あのスピーカーってこう空気を振動させるもので動くものなんですよね。その振動が下に伝わると、それで音がね、周波数が共振が起きちゃったりだとか、そういったものをこう下に音を伝わりづらく、振動を伝わりづらくするためのものである。まあオーディオだと結構スピーカーとかいうのついてたりするんですけど、まあそういった仕様になって、本格的なんですよね。はい、でちょっと裏側見てみましょうか。裏面にですね、このようにまあ3種類が並んでるわけなんですけど、ここが電源で、 USB-C でも電源使える、HDMI でリモコン受光器かな。それからこっちが USB、これが、ラインアウトですね。でこっちが AUX 外部入力になってますね。で SD カードも入れられるんですね、マイクロ。はい、で電源のね、これボタンじゃなくてトグルスイッチなんですよ。これをカチコンってやると電源が入ると。ではまずはスピーカーがどんなもんなのかっていうのをちょっとね、試してみようと思うわけですよ。いわゆる Bluetooth スピーカーみたいにスマホとつなげて無線でね、あの接続することができます。じゃあいつものリファレンス音源、I'm thinking about you Can't take my mind off the way that you drive me crazyI wanna be with you. はい、ハーマンカードン製のスピーカーが備わっているわけなんですけど、これがですね、なかなかにいい音を出してくれてます。もちろんその高級オーディオみたいな音ではないんですけど、結構こう歯切れよく、ボーカルもくっきりはっきりしていて、まあそこまでの透明感っていうのはないんですけど、まあ柔らかい感じで、あ、いい音だよねって言えるような、そんな音質になってますね。あのだからさっきも言ったような、そのプロジェクターにいいスピーカーがついてるっていうものとはもう全然別物です。ちゃんとオーディオとして音楽再生に使えるだけのクオリティのスピーカーになっているといった感じなんですね。でプロジェクターなわけなんです。これどこにプロジェクターついてんのっていうところなんですけど、実はここが開くんです。開けますよ、バーン。はい、そうすると実はここ鏡になってまして、プロジェクターはこの下なんですね。下から上に向かって照射している。なので映像は今こっち側に飛んでるんですけど、この鏡の角度を調整することでどこに照射しますかっていうのが、まあ、選べるようになってるわけですよね、こういう風にね。でさらにガバッともいけるんですよ。ガバッとやるともう鏡にね、
当たることがないんで、これ天井に向かっても照射できるんです。なるほどと思って、これいいじゃん、これでいいじゃんっていう話ですよね。こういう持ち運べるプロジェクターだとね。はい。でここの硬さが今ちょっと分かったかもしれないですけど、結構がっちりしてるんで、このプロジェクション中にこれが動いてどうのっていう心配はないと思います。で、さっきも言った通り、いろんな入力 HDMI だったりとかね、あの SD カードだったりとか入れられるんで、人によっていろいろ使い方あると思うんですけど、ほぼ対応できるんじゃないかなと。車中泊の時って結構車のエンジンを切っちゃうんで、音楽って意外と聞けなかったりするんですよね。で、例えばうちの車なんかはキャンピングカーなんですけど、たとえキャンピングカーだったとしても、そのナビの電源をこうサブバッテリーに切り替えて、で音楽流そうとすると、結局車の前の方のナビまで行って操作しなきゃなんなかったりとかあるんですよね。まあナビによってはスマホで操作もできるんですけど、なかなか限定的な扱い方になってしまうところがあるんですけど、こういう Bluetooth でつながって、しかもバッテリー内蔵のスピーカーだったら場所選ばず使えますよね。だから車で何かご飯食べてる時とかに、もしくはくつろいでる時とかに、こうやって音楽が聴けるのってすごい便利だと思うんですよね。さあではプロジェクターをちょっと試してみようと思うんですけど、さあ電源入れると光りました。はい、このように今ね車なんですけど映ってます。明るいですね。はい、これがホーム画面です。これちなみにね、今車の中なんですけど、こんな風にね照明がついてても結構明るいんですよ。で何ができるかなんですけど、まあ HDMI につないだものが見れますよ、 USB-C のつないだものが見れますよ、それからストレージついてます。要するにこのプロジェクターの中に保存することができます。あとは USB でつないだもの、マイクロ SD に保存されたもので、そのファイルの中がどうなってるのかとか、それからアプリですね。アプリセンターっていうところから、まあアプリがね、このようにリモートだったり、そう。で、ネットフリックスなんですよ。ネットフリックス。ネットフリックスに最初から対応してるんですよね、このプロジェクター。すごくないですか？まあちょっとこれ後でやりましょうか。ネットワーク、今ですね、Wi-Fi を自分の iPhone に設定してあるので、一応ネットワークつながった状態ですね。で、台形補正なんですけど、ここのダイヤルで、これ、こうクリクリ回すと、いきますよ。ほら。このダイヤルで台形補正できちゃうんですよ。これ、すごいなんか、オーディオっぽいのに、こういうことができるってちょっと楽しいですよね。はい。このアプリ上でもできるし、本体でもできると。で、フォーカスはね、自動になってますね。ちゃんと四隅の調整もできるんだな。はい、こんな風にね。まあ自由自在に変えられるわけですよ。という感じで、プロジェクターとしての機能も何ら問題なく申し分ないっていう感じで使えるんですよね。で、画面ミラーリング。まあこれはもう単純に、まあ iPhone の画面をそのまま例えば映すとかね、ちょっとやってみましょうか。はい、こういうことですね。なので、はい、こんな感じで YouTube を見るときは、もう画面ミラーリングで一発できちゃうっていうね、非常に簡単、しかも音がいいわけですよ。めっちゃ音いいの。プロジェクターの音じゃないですよねこれ。はい、まあ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 、そんな感じですよね。ミラーリング簡単にできますよと。で、まあ Bluetooth スピーカーだったり、スマートチューブっていうのは YouTube のまあアプリになるんですけど、これ使うんだったらスマホミラリングした方がいいと思います。一応 YouTube 見れます、単体で。で Netflix ですよね。これはもうだから Netflix 見ながらスマホいじるっていうこともできるんで、はい、まあ、ちょっと見ましょうか。ちょっと画面モザイク入れときましょうか。ゲームでもやっぱ音いいっていうか、絵も全然綺麗だし全然明るい。さあ、うん、なんか遅延もそんな感じないですね。
いやーなんかかっこいいっすねこれ。プロジェクター付きのスピーカーかな。以上です。じゃあいね。さあいかがだったでしょうか。もしよかったらねこちらも登録お願いします。